皆さんどうも、スラヤロです。前回そんなに強くなさそうなボスにボコボコにされたので、今回は少し配合してリベンジしていこうと思いますよ。そしてこのメラ&ギラを極めることで配合した時にスキルが進化するんですね。早速配合するんですけど何と配合するか悩みますね。スライムはデイン系のコツを特性で持ってるので、デイン系のスキル持ちと配合して将来最強化させるのもいいかも。ちょうどよくマグマスライムちゃんいるからこの子と配合するか。配合先はもちろんスライムしかないんですけどね。まあ性別は適当でいいでしょう。さあここからが大事なところ。もちろん最強メラ&ギラは確定として、メラ&デインも引き継がなきゃよね。最後の一つが迷いものなんですよね。スラフォースの呪文は正直いらないんですけど、自動 HP 回復が魅力的なんでスラフォースで、全部特技系でバランス良くないけどまあいいでしょう。これで前回ボッコボコにしてきたあのボスも倒せるはず。爆弾。名前はわかりやすいように仮で付けときます。残り3匹もガンガン配合していきましょう。ヒーラーを作りたいから HP 回復のスキル持ちがいいんだけど、このモヒカン頭しか回復持ちはいなさそうかな。性別が合うのこの子しかいねえや。というわけで配合、スキルはこれで。この子の仮の名前はヒーラーで、ちょっと長くなるから残りはダイジェスト風に、ランプの魔人と配合して、アタッカーのスライム。パールスライムと配合して、サポーターのスライム。という感じでスライム4匹を強化しましたとさ。とは言ってもレベル1でチャレンジしてもボコられるので軽くレベル上げからですね。今はドラクエでよくある勇者、武闘家、魔法使い、僧侶みたいな隊列にしてるところです。勇者と武闘家枠はいないのでバトルマスターとパラディンってことにしておきましょう。とかいうドラクエごっこしてる場合じゃなかった。レベル上げしに行くんでしたね。スタンバイモンスターを牧場に送り返したら早速行ってきます。って言っても楽々冒険なんですけどね。これ便利すぎますけど縛ったりした方が良かったりするんですかね。結局裏で作業するだけなので動画的には何も変わらないんですが。うわすごいレベルアップした。やっぱ禁止にした方がいいのかもしれない。とりあえずスキルポイント割り振りましょう。うわステータスもすごい上がってますね。アタッカーの子はメタル狩りとかにも使えるかもだし魔人斬り覚えさせてと。サポーターの子はガードを触れるまで振って。最強の攻撃呪文役にはもちろん最強メラ&ギラで、なんかポイント足りませんがまあ耐性強化だけだしいや。ヒーラーちゃんも名前の通り回復しててください。よしとりあえず育成完了。それじゃあ早速リベンジしに行こうかな。さあここの洞窟から敵がマジで強いんだな。前回最深部まで行ったから今回はダイジェストで行きますよ。てなわけで最深部までやってきました。早速例のモンスターが見えてますね。許せない。今回はこれだけ強化したし楽勝でしょうと言いたいんですが、マジックパワーを使いすぎて呪文使えないから魔法の聖水使っていきます。やっぱ先に薬草使います。ごめんなさい。完璧ですね。さすがにこれだけ準備して負けたら相当厳しいところですが、まあこのスライムちゃんたちを信じましょう。雑魚が懲りずに来たのかとか舐めたこと言ってますが、今度のスライムちゃんたちはマジで強いから見てろよ。さあやっていきましょう。死神と赤ちゃん悪魔リベンジ。作戦もガンガン、サポート、ガンガン、命大事にとバランス完璧です。初っ端からギラグレードはなかなか乗ってるね。いやワンパンで草、これバランス崩壊してますね。って言ってももう MP5 しかないので呪文使えないんですけど。相手のメラミもなかなか強い。アサシンアタック、ハートブレイク、メラミ対策にマジックバリア張りましょう。呪文だけじゃなくて状態異常の耐性も上がりますからね。ボスがザキ使ってくるとんでもないやつなのでこれはかなり役立ちます。HP もだいたい8割以上をキープできてますしこれは楽勝か。スカラも偉い。バランスは良い感じですがまだ火力がいまいちですね。負けることはなさそうですがまだまだ時間かかりそうです。アサシンアタックは怖いからやめて。アサシンアタックだけはちょっと怖いけど安定してるだろうから少し倍速でもしますかね。いつ倒れてくれるのでしょうか。マジで死神じみた行動ばっかりしてきますね。あ、倒れた。前回ボコボコにされたのにちょっと育成しただけでこんな簡単になるの。モンスターズって感じでとても楽しいです。1レベルアップでこの成長幅もなかなか強い。貴様のような子供のどこにそんな力が、と言われましても、スライムちゃんたちがひたすら戦ってただけだからねー。そう考えるとスライム4匹にボコされる魔物たちはどんな気持ちなのだろうか。あ、このバカガキ、人が戦ってる間に秘宝持っていこうとしてやがる。手柄横取りするんじゃねー。はぁ、先に宝を手にした俺の勝ちとか生意気なこと言ってますよ、って思ったんですけどそこまで生意気ではなかったみたいです。というわけで丸太のへそ代わり、秘宝ゲットです。破壊の鏡ですね。いやさすがに魔物とは思ってませんでしたけど怪しい奴らでしたしね。カメハ王子も成長してるみたいです。あ、聞こえてます。全滅しながらもへその代わり見つけたんですよ。カメハ王子は自力で帰ったのに私は呼び寄せてくれるんだ。お、丸太の力を開けてくれるみたいです。砂漠の世界をクリアした時と全く同じですね。丸太のへその代わりはしっかり手に入れてきましたよと。こんなに平らなものがへその代わりになるかは疑問だけども、悪棒的には神秘の力を感じるみたい。お、いけそう。いやダメそうですねこれ。ですよね。まあいけそうな見た目してませんでしたし仕方ない。とりあえずさっさと塞がないと丸太の力がなくなっちゃいますよ。これ好き。結構頑張って手に入れた破壊の鏡なんだけどな。不思議な力があるとかなんとか言ってますね。大きな岩を壊す力を手に入れた。大きな岩をぶっ壊せるようになったらしいけど、こんな女の子のイメージも一緒にぶっ壊すつもりですかね。水の世界の次は氷の世界かな？とりあえず今回は氷の世界に行くための鍵を見つけたら終わりましょうかね。名前はそのまま氷の鍵みたいです。あ、実績みたいなの解除されましたね。とりあえず岩をぶっ壊したら氷の鍵を探さなきゃ。あ、はいその話は聞きました。ごめんなさいさっきのぶっ壊すの忘れてここまで来ました。代わりにたまたま見つけたこの岩破壊します。いや本当にパワフルキッズすぎる。でもこの岩ぶっ壊したおかげで役に立てたみたいなのでよかったです。ハートをきなく、身をパウダーにして、棒もうずめる好き。おー、氷の鍵と氷の世界用の衣装までもらえた。そういえばこれってヒントとかあるんですかね。丸太の世界回ってたらすぐに気づくとは思うんですけど、魔物のお見合いしたとしてもスライムしか作れないからな。というわけで今回は目当ての鍵もゲットしたので終わります。ここまでのご視聴ありがとうございました。気が向いたら次回も見てくださいね。それじゃ、バイバイ。